お疲れ様です。今日はそれこちら高回転エリポンゴレやっていきます。さあ今ですね、世界中でゴーレムもねちらほらいます。でそんな中で、まあ、流行ってるゴレは、まあ、こういうね、まあ、ダクネドラドラで進化ライトがいたり、まあ、ヒーラーが入ったり、まあ、やっぱ重たいんですよ。まあ、ゴーレムといえば重量級なんで重たいんですけど、まあ、早くしようぜって高回転にした方が使いやすいんじゃねっていうね。はい、ちょっとスケヒースピー入れてね、はい、回転早めでやっていきます。まあ回転が早いといいことはエリクサーポンプがねたくさん受けます。はい、最近はねエリポン強いです。もう強すぎます。なのでエリポンいっぱい置いてちょっと後半にね備えようかなと思います。で相手はまあドリルかな。はい、まあ、ゴブリンドリルにはボンバーがねあるんですけど、ボンバーだけだとどうだろうな、止まんないかな。ヤナメとか打たれちゃうとちょっと苦しくはなるが、まああのエリポン来ます俺はエリポンことしか考えてないので、なんならこれ近畿までいけないか。いや強すぎるユニットがスケがちょっと強すぎた。ファールカマオジ、カマオジか、カマオジ嫌だね正直。うん、いやーファルチマジで嫌だな。やべ、エリクサーがもったいない、エリクサーがもったいないよ。ファルチはねまあそんな見ないか。うん、まあグラッチャレだと結構無双できるっぽいが、まあボンビー、おい、エリポンはね何があっても守ります。いやー、まあそろそろ置いてもいいか。これエリアドだいぶ取ったか。よいしょ、からのですね、こっから形組めるかな。ファルチェトルネード、なんならテスラまである気がするんで、まあライドラ先生に、あーこれはまあ美味しい正直。はい、どう来いよ、射抜けるなら射抜いて来いよ。うん、引っかかってんな。俺はねこんな状況でもエリポンくね、なぜならエリポンが好きなんでね。さあ、まあここは進化ボン使っちゃってもいい、しっかりね守って、まあまあエリポン置いたんでね、いくよ。またヒーラー欲しいが、ヒーラーの代わりでヒースピ回転早めたんでね、同じようなもんだろヒーラーもヒースピも2秒で引っ張るよ。はい、でヒースピいっちゃうよ、ボンバーあるよ。でポイズン使ったね、ポイズン使ったらさあエリポン来よ。でこのねエリクサーポンプが大事なんですよ、じゃないと突破できないんでね。はい、ゴーレム行くよ。よいしょ、めっちゃ来そう。でこれはね竹を外してると楽に守れるはず。おい、痛すぎんな。あります、クラロは後半が大事。こっからでも勝てるのがクラッシュロワイヤル。いけ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 、起きろ目覚めろ。それでね、キュイでヒースピー飛んで、飛ばないか、進化スケも添えて、おぶねおぶねマジでギリギリすぎるわ。いやファルチェもボンバーもね嫌ではあるが、やっぱ大事なのはねどんな時も
エリポンなんです。エリポンを置いて後半に備えるね。なんとボーラーは女だった。最悪だなんか最悪だな。全然嬉しくないな。うん、女性だったんかあいつ。ほんまに、ほんまですか。さあファイボね。ファイボだったらエリクサーボンブ残るんでいいね。お、しかも今回の相手はラバだから、これラバに対してライトニングドラゴン超強いです。でファイボン抑えた後無双ヒースピもある。はい、何が来たももう終わりこれもう相手からしたら絶望。いやそれねうまいね。まあでもなんということでしょう。エリポンドルネで金起動なんていうね、もったいないように見えるかもしれないが、キング起動できれば何でもいいやろ、クラロワは。キング起動できれば相性が良くなる。お生まれる、生まれたりはしないか、さすがに。いいね。まあ、エリアだね。今のであんま取れてはないかもしれないんですけど、まあまあ、ええやろ。まあ、ええやろ。エリポンか、置いて、守りから行こうかな。ドラドラあれば、相手ファイボなんで基本耐えられると思うんですよね。まあファイボプラス進化ザップだったらライドラがね突破されちゃうかもしんないんですけど、まあ大丈夫でしょう。さあ適当に守ろうかなーつって守るふりだけして本当はもうエリポン置きたいです。エリポン置く以外何も考えてないです俺の頭今。よいしょ、エリポン置きたいです。もうエリポン置くことしか考えてないです。さあエリポン置いて後半に備えましょうよと。でこれまたねドラドラ出して、これ進化サップでワンチャン突破されても関係ないっす。もう一回ドラドラ回せばいいんだ俺、回転早いし。でこういうところで一瞬インドラの竹をね延命しながら、あ来た。さあこれね、こうなると突破される気もするんですけど、回転早いんでねもうバケモンかこれ。高回転にしたことによってで、あいつさっきファイブ使ったな。でエリポン組んですよ。本当にねこれやばいっすよこれも絶望っすよ普通は。でここでファイブ来たらエリのアドがねものすごいあるんで、ゴールも展開してやっと来るんかーいっていうね。さあ後ろから頭も適当につけて備えて、まあファイボプラス進化ザップがねちょっと強いが、でもこの竹がいいタワーの、まあ、間はもう守れないんだねこれ。いやでもうまい、そのライドラのインドラのあれね。でここでファイボ使ったんで俺はおとなしくエリポン組んですよ。けどその間に進化ボンバーが暴れてフェニも一発ポンいやこれ高回転だからこそ普通よりもね勝ちやすいんだよね。ラバとか特に無限にエリポン置けるし、ライドラとフェニックスもねより高回転で回るんで、対ラバだけは熱いな。一番相性いいかもしれないですねこのデッキは。ラバね、いや、エリポンが来ない。エリポンが来ないとね、始まりません。俺の人生は。やべ。だいぶまずいな。おー、アーチャーか。珍しいの。あまり見ない。ジャイスキャラとかっていうオチもあるが。おー、エリポン置きたかったが、これエリポン置いたら渋いか。一瞬守る顔だけして。なんだろう、ゴブジェイ？バルーンか。お、なんかすげえ来んな。もうね、やばい、あんまり頑張んないで。玉砕のタワーもキング起動できれば何でもいいんですよ。よし、いやエルボン強くね普通にバルーンへの誘導最強だな。さあでエリポン作っちゃったんで、まあ置けないんですけど、もう一回耐えてもいいな。いや雑にゴレ展開してもいい。
正直バルーンを守った後なんで相手の攻めがないんで今。まあ親衛隊は新カスケでパーティーしてあげたいな。来るかな進化親衛隊が。後ろから、まあ、これライナーでいいんじゃね。まあボンバーもつけてあげてもいいけどね正直。あー取れた悪いな。なんかあんまないイメージあったな勝手に。うい下がったことによってタワーだけで親衛隊とか守れそう。嘘ついた。え、やば。え、なんで俺の進化スケは。え、俺の進化スケ無能すぎた。なんで増えない。なんで増えない進化スケ。いやー無能これやばいね。普通に終わる。終わりはする。いやまあ近畿が熱くはあるが、常に崖っぷち。マジであの俺の増殖プラン失敗したんだけど。まあこれねどうなんだろう。おーでも頑張ってんだ今回は。いや頑張って振りか。これ俺いつ勝てる。俺はいつこれ勝てるんだこれ。まあエリポンコここか。いやまあトリトンだけっすね。どうにか。え？おや？え、うわあ、危ない。え、え、危ないっていうか、え、なんで、なんで、なんで君鼻端前ランバートリトン来たんや。いやラッキーすぎた。正直バルーンの防衛でねトルネとか使っちゃうと相手のトリトンでキング起動されて回ったんですけど、粘ったか、耐えたか。相手が焦ったか。削れると思うだろうな。もうあんな一撃だったんでね、相手側がね。危ねえ、ラッキー。耐えましたね。さあ、ホグライダー、こんにちは。よろしく。ホグはトルネで美味しくいただきたい。さあ、ボンバーね。エリポンが来ない。さっきからエリポンが来ない。エリポンはね5番目6番目7番目8番目にランダムで来るんですけど、8番目やさっきから。ハズレです。おお、ロイフグってちょっとあれに強いんですよね。マジで終わってはいる、終わってはいる。これクエイクかな。まあポイズンの可能性もあるんで一回置いちゃいますね。あークエイクでしたね。痛すぎる。このダメージ絶対来るやんこれ。もうはい、
ロイホがね、マジダガーに強いんだよね。まあでも耐えてはいるか。でデリバリーもあると思うんで、まあ、デリバリー落ちたらヒースピ追加して光栄のドラゴンを回復させたいね。大砲まであるんよ、ちゃんと。でこれはこのリトプリを引っ張りたい。いけ、食え、餌の時間だ。強すぎる、強すぎるか、これ。いやこれ1倍のダメージちょっと痛いね。うん。で進化ボンバーみたいな、うん、デフォルトの、うん、違う、進化ボンバーもいたんで、あ、そうね、あ、もう無理です、はいはい、無理です、はい、上げて。いやーでもクエイクなんで、こっからブッパでね勝てる可能性は全然あるんですよね。ヒーラーがいればもっと楽ではあるが、まあフェニックスこうね、やばい、やばすぎる。うっ、なんで溶けてないねん。行くしかない、行くしかない、行くしかないが、マジ絶望ではある。デリバリー強すぎるやろ、もう。で、デリバリー強いし、豚、豚も強いし、みたいな。いやー、強えやん。ロイホグね、久しぶりに見たね。輝かなかったか。俺の高回転エリポンがね。さあ、チンパン。お。スケと、ヒースピで許されたりするかな、これ。許されねえな。いて。マジ、終わってはいるか、手札。ボンバーもねえ。なんもねえ。さあ、高回転ドリル。いやー、まあ、これは同じっすね。もう、エリポンいて頑張るしかない。ファルチェ。え、みんなファルチェ好きやん。リトプリの方が絶対強いんだけどな。なんでファルチェなんだろう。もうファルチェ強いな。ファルチェの方が強いか、これ。まあもう。まあ、逆にこれでこれパン入ってんのはでかいか。バカか。エリポン切れば何でもいいので。まあこれ出しちゃうか。いいね、よく働いた。まあ、左に進化モン来たら、まあまあ来たなぐらいで。ファルチェね。まあ施設が多分あると思うんだよな。ないのかな、これ。いや、結構入るよ、これで、正直。で、これ。ファルチェをしばけそうなんで、ユニット追加でヒースピが飛ばないが、おい、え、ドラゴン、ドラゴン強すぎんか。ライドラがね、普通に考えて絶対こっち来る、来ない、来ないってやばい。あれ、ボンバーいないか。さてはこの相手、そんなことあるかな。ボンバーを見てない気がする。ん、ボンバーがないドリルなんてあんのか。いや、ボンバーいるな。俺の記憶が悪いだけか。進化バルキリーなんや。なるほどね、だから見てねえんだ。進化バルキリーなんや。なるほどね。進化バルキリーいいな。
俺は好きなんだけどな。もう進化ナイトの介護官になっちゃった。さあファルチェにも戦えますと。まあ、ライドラが強えな。感電でしばけるもんね。さあ君は何かな。エリポン5番目にはない。6番目。まあいいでしょう。スケボンバーでエリクサーポンプポイ。ベビドロよ。ペッカラムか。もうスケラになっちゃうな、こうなったら。遅延スケラで、俺はエリポン来たいんで適当に手札回しして、適当にマジで適当、なんでもいい、適当に回してエリポンか。はいエリポン来たいだけなんだよな、ここ最近ハマりすぎてる。エリポンにおうちのボンバー3じゃねえよ。残った。え、残ってないんか今ので。で進化スケでさえもう捨てていいぐらい手玉回ししたい進化スケもいらない、なんでもいい。よしエリポン少しずつね、相手は俺より重いんで追いつけなくなってくる。えっ、僕進化スケ、おおお一発、おいビビったんな相手。ビビったのがバレてます。まあ、俺でも即ビビってポイズン打ってるわビビりすぎか。よしよしよし。さあでもボンバーでね壊してあげて、はい邪魔だよ。でここにねエリポンいてね、もしかしたら、いやこれキングと一緒にポイズン打ってエリポン壊すのも大事かななんて思わせて、あーさすがに片方だけか、えらいね。でもここは行くか。もうエリアだいぶ取ったんで、はい行こう、レッツゴーエリポン2個残ってます。でフェニーライドラつけて、一回これエリポン行ってもいい、しかもここでね、これマジ大事、ここでエリポン来るんですよ。でここのボンバーで墓石を壊して、いいスピかな、これ回復できんのかな、難しいな、できんの、おー狭いね円が。まあこのカウンターはこのドラゴンがなんとかしてくれるでしょ。ちなみにさっきリポンいたんでリポン残ってます。でリポンいてうんこれ勝ちか。これやばいよ正直。で相手ベビドラとか咲いたら、ベビドラ咲いたらこれ止まんないよ。即引っ張ってヒースピもね、なんか記念に言ってあげたいが、飛べ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 、でかすぎるこの回復いやマジやってることチンパンすぎるが最近の俺の趣味ですエリポン置く、エリポンを貯めるのが楽しいんですよね。いやまあリリかなってるんでね、このライドラフェニックスの防衛でやっぱポイズンとかファイボライトニングを使いたくはなるので、まあ、使わなきゃ守れない。でも使ったら使ったでエリポンがもう溜まっていくっていう、しかもこれが高回転っていう、うざさ極まりないデッキではある。さあ手札回して、エリポンがない、なんでや、結構ないな今日。なんかこうなった時になんかもう渋い正直もう渋い。まあ一旦守んなきゃいけないか。あーでもジャイっぽいな、守れるかな。ジャイ来たら感電でしばきたい。ゴブジェイ、いいスピもあります、いい防衛感電ボンバー範囲最強変にボンバー残ってんだこれ。いやーめっちゃいい取れた。うわこれねこっちにしとけば、お、いやいいや、なんでもいいや、キングされなかったし。よしよしよし、まずエリポンで呪文がねライトニングだったらしい。
でもこれ俺回転早いんで先に回すわ。ここでゴーレムをね出すんじゃないんですよ。高回転やっぱ生かさないとね。ここでこれ出すならこの回転率はいらないんで。で守れるかどうかはあなたの PS 次第。えぐーい。進化スケびっくり棒やるな。でも熱い熱いマジ。進化スケびっくり防衛強すぎるな。ね、うちのフェニックスには頑張ってもらわないと。よし、おい、え、でリポン置いて、よしよしよし。進化スケ久々に活躍してんな。いやね、ここに関して言ってもいいかもね。エリアードだいぶ取れてるんでね。さあ後ろにつけましょうよ。あ、でも防衛ライトであれか、全部飛んじゃうな。ダクプリみたいな飛来心もないんで、ここ今ライトニング使った後なんでね。あー強それ。いやまあそうね、こうなるんで、まあ、ここはもう仕方ない、一回やろう。でもう一回守るよ。この状況でもう一回守ろうとしてます。はい、守れるかな。難しいよね。あのザップだったんでボンバーは生きるか。でここでもう一回リポンいっちゃう。このリポン大事な気がする。ボンバー入る一発ラッキー。いや2発入ってんの。いやー今日スケ取りとんよ。これ勝ったらもう最強よ。何に負けんねんって。飛来心欲しいよな。相手これライトニングで終わっちゃうもんね。これなんか勝てなくない？そんなことないのか。ザップ使ったの。いや絶対時は来るんで、しっかり粘って。これだけできつそうじゃねえ。だって。事故れ。やばい、下手くそにした。うわ終わっちゃうか。やべ、うぅ勝った。さすがユリカ。トリトン京介ライトニング進化さ。これやばいな。ワンチャンありそうだったけど、スケーヒースピーだからこそ無理だったみたいなとかありましたね。ジージー。お、ラッキー。え、チャンピオンよ。ゴールデンナイトでしたね。さあ、というわけで高回転のね、エリポングラムも楽しいので皆さんやってみてください。エリポンね、起きすぎないようにお気をつけて。では、お疲れ様でした。またね。